L375S タント、タントカスタム、これのねバイザー、ドアバイザーを外していきたいと思います。これね、ここに引っ掛けがあるんですけどね、このゴムを取った時にねよく一緒にくっついて外れるので注意してください。取り付けはね、ここにグッと、まあ、金具を入れてこのピンを入れてなんですがね、中古の場合はね同時に入れた方がいいと思います、まあ、取り外しはね定番。こういう感じで切っていきます。切っていくとねこの金具が必ずね邪魔になるので、まあ、裏からかわすか一回隙間開けて何かここに挟んでね金具をタコ糸をねもう一回一回抜いてもらってかわしてもらってからやった方がいいかと思います。ちょっとね、遠目からいきます、どんどん外していきます。
まあ、全面ね外しました。まあ、これねどんどんはちょっと邪魔くさいですけどね、次張り替えるとかだったらね、ないやつにつけるのはねそのまましてもらったら、でこいつもね取り外しちょっと難儀です。でスライドドアと普通のドアがあるのでね、こいつのね長さがこいつも違ったかなね、前も長さ違いますね、なんか左右形が違います。で商品分、まあ、すり傷みたいなのはありますね。金具を取り付けてるピンは大丈夫みたいな感じ。です。今回はね、タントカスタムのドアバイザーを外していきました。他にもね、いろいろ動画出してますので見てください。で、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。